どうも、ベルモットです。アトリビュート対応のセリオンズ動画出したら UR 多すぎって言われたので、無課金でクメルフェス対応養成銃作ってきました。汎用 UR すら入れてないガチ仕様なので資金難兄貴も陣兄貴も安心してください。例によって細かいレシピは最後にして対戦へ。対戦よろしくお願いします。こちらの先行、このデッキは罠でなるべく相手のリソース削り取って養成銃でビートしたいので、最初はモンスター出さずバック構えてターン渡します。幸い最強カード次元の裂け目を引けたので刺さるデッキなら貫通できるでしょう。相手はスピードロイドか、風属性中心のシンクロテーマ、墓地から蘇生する効果を多用するテーマだから裂け目がぶっ刺さってる。私もアトリビュート用に作ろうと関連カード検索したら99ロイド出てきて笑った。ロイドってスピードロイドとシナジーあるのか、養成銃構えたちを召喚して効果で別の養成銃を召喚。自身以外の養成銃が戦闘ダメージを与えたので鏡たちが養戦銃カードをサーチ。こんな感じで養戦銃は下級養戦銃効果で盤面広げて殴るビートテーマ。不安ダリーズ同様ゾージーが効かない。このデッキの養戦銃は共通効果で召喚したターン終了時手札に帰ってくる。これで相手ターンに除去されず次のターンも同じ展開が可能。エグゼドライブみたいなヒット&アウェイで攻めていける。エグゼドライブをご存知でない？ざっくり言うと創造と影だよ。レベル5シンクロは許してやろう。チャンバライダーでもマッハゴーイーターでもイタチ風でバウンスできるしな。展開がそれだけなら相手罠で除去してやる必要もない。もうこの勝負は次元の裂け目を維持し続けたら勝てそうだ。羽ライスト打ってきてもええんやで。では養戦銃で展開。新しい養戦銃モンスターを引けたから追加で1体増やせるな。場に他の養戦銃モンスターが存在するので構えたち効果。相手の表側カードを1枚バウンス。構えたちは破壊耐性を無視して除去してくれる。1回フェスの常連次回新のアインソフオールをバウンスした時は申し訳ない気持ちになった。鏡たちのおかげでリソースが増えていく。そしてエンドフェーズに召喚した養戦銃は全員バウンス。場に残して巻き込まれない養戦銃は激流層と相性がいい。場には激流層のモンスター破壊といたち風のバウンス。全体破壊は大革命返しで守って何より最今日の裂け目がある。モンスターが墓地に行かず除外されるのは展開デッキには苦しかろう。7シンクロは一応激流層で妨害しておくか。ブラックローズを大革命返しで止めたら動画的に美味しかったか。養戦銃は2体以上展開するとうっかりミラ5分でも大革命返しで守れる。対戦ありがとうございました。対戦よろしくお願いします。こちらの高校、裂け目と呪詛引いてるなら先行が欲しかった。やばい、海デッキだ。養戦銃は風属性統一テーマでリヴァイアさんがぶっ刺さる。あ、そっち？バグースカはちょっときついな。それでもリヴァイアさんでアド稼ぎながら制圧されるよりマシか。ここで養戦銃展開してもバグースカに腰折られるんだよな。このデッキは高校で強いカードなんて入ってないから、相手に先行展開されたら罠でなんとかなるのを祈るしかない。エンドフェーズに呪詛の維持コスト500円を払う。召喚の呪詛はモンスターが特殊召喚された時、そのモンスターのコントローラーに手札を1枚除外させる永続魔法。こっちは養戦銃だけで展開する限りそのデメリットは受けない。毎ターン500円払うだけで相手の展開を抑制してくれる超強いカードだ。こいつ先行で受けた後の春化粧はそれはもう悲惨なことになってた。仮に相手が不安ダリーズや次回神のような特殊召喚してこないデッキだったら、500円払うのを停止すると勝手に割れてサービス終了してくれる。相手がバグースカを攻撃表示にして制圧解除されたな。手札で腐ってた養戦銃が出番を待っている。まずはかまいたちで召喚成功時効か。かまみたちを召喚してさらに連鎖。元祖不安ダリーズっぽい展開だな。不安ダリーズより除去に弱くサーチ能力を下げたテーマ。それが養戦銃。あれ？不安ダリーズでよくね？と思ったそこのあなた。あっちは中核のイブルンロビーナが SR だから、こっちは無課金で作るのがメイン。比べてはいけない。エンドフェーズに召喚した養戦銃をバウンス。500円払ってサブスク延長。召喚の呪詛が効いてるのか全然展開してこないな相手。それとも次元の裂け目でモンスターを墓地に送れないのが問題なのかな。打点足りてるしここでイタチ風。手札からカード名が異なる養戦銃モンスターを2体まで相手に自慢し、自慢した数だけ相手の表側カードをバウンス。そしてモンスターを横展開。辻切り風は養戦銃の打点を1000上げて下級の低い打点を補ってくれる。モンスターとの戦闘で最大2800まで突破してくれる便利な効果。対戦ありがとうございました。対戦よろしくお願いします。こちらの先行、結局ね、次元の裂け目が最強ってことですよ。
相手は春化粧か、フィールド魔法ってことはレンタルデッキかな。春化粧共通効果は次元の裂け目で除外されるしかなり苦しいはず。召喚の呪詛を受けてたら完璧だった。あのデッキ、レンタルだと思ってバカにしてると不意にパンクラ3連打とかしてくるし、アナドレン。にしてもよくピンポイントで花盛りのリクルート使えたな。花つぼみってレンタルデッキには1枚しか入ってないはずなのに、かまいたちからかまにたちで展開、一応かまいたちでフィールド魔法をバウンス、ベイラに向かって攻撃したダメージ計算時に厳重の角、かまにたちに攻撃力800アップの装備カードとして装備、バウンスしたら裂け目が除去された時不利になるかもしれないので今のうちに戦闘破壊して除外する。妖戦銃のバウンスで厳重の角は破壊、本当は戦闘破壊してモンスターを墓地に送るとドローしてくれるが裂け目のせいで不発。厳重の角は妖戦銃共通のバウンスで破壊されるのが相性悪い代わりに、下級の低い打点を補いながらワンチャンドローできるってことで入れてある。なんか癖ばっかだな相手の手札。墓穴は効かないとして怖いのは包容か、サンダーボルト引いてて妖戦銃のバウンスで打てないのかもしれない。まあ一番怖いのは羽根棒機なんだけども、やっぱり一枚はあるよな。効果無効にされるとエンドフェーズのバウンスで帰ってこれないのが地味に厄介。強すぎー、こいつは何としても裂け目が生きてる間に墓地送りにしてやらねばなるまい。当然狙うとしたらそこですよね。しかしこれで一生墓地からパンクラが湧いてくることはなくなった。すびきされたら自爆するしかねえ。トップ最強、リソース要員のかまみたちが引けたのはマジで強い。それも大体予想通り。かまみたちでかまいたちをサーチ。次のトップが何であろうと激流走で流して勝ちかな。あのデッキに破壊系魔法穴は入ってないはず。トップ強。これなら大丈夫。なぜか打点減ったと思って適当に殴ってるが、かまみたちで打点足りてたな。ごめんよ。改めてデッキレシピ、SR 以上のカードは入ってないのでほぼ全員無理なく作れると思います。当然自前の SR、UR で補強したらもっと強くなる。モンスターと魔法はこれで固定して、罠の部分だけ入れ替えるとわかりやすいかもしれない。罠はせっかくなのでいろんなカードを採用。全体除去対策の大革命返しは3でも良さそう。エクストラは使わないこと前提で持ってるなら汎用ランク4エクシーズが入る。前回の制約はないしリンクモンスターも出せるぞ。それじゃあ今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。